神奈川県ラジオネームフレキスチャンネルさんからいただきました。あやめろミックス。速報です。今年のクリスマスも中止になりました。矢作さくらのちょっと次回よろしいですか。この番組は私たち先輩後輩コンビが超 A&G プラスの時間をちょっとだけお借りしてお届けするハイテンショントーク番組です。12月に入りました。眠いです。12月に始まったことじゃないですけどね。眠いです。でも眠いです。師走なんで。師匠も走る。師走すごい眠いです。すごい忙しいんで。そうですね、年末進行というのも始まってきますからね。そうですよ、うん、前線は昨日夜鍋して、うん、年賀状作りに励みました。すごい。夜鍋って言わないらしいね最近。夜鍋なんて言うんだろうねって話になって。そう、一番流行語というか一番新しい言葉で言うと、うん、オールなんですよ。でもそれ私いつも夜鍋って言っちゃうんだよね。夜鍋あ、だって夜更かしとオールは違いますもんね。夜更かしはちょっと遅くなっちゃうことで、オールは朝まで起きる。徹夜と同じ意味です、ね、あ、徹夜って意味。夜鍋も同じでしょ。夜鍋、徹夜、夜鍋、夜鍋が違う。違う。ああで、で、夜鍋でバカじゃない、バカじゃないよ。違うよ、スワベさんかヨナガさんってことよ。ヨナベってすごい言葉だね。すごいですよ。すごい崇高な言葉だね。ハイブリッドですよ。すごいね、ハイブリッドだね。ハイブリッドですよ。あ、恐ろしい。最強でした、ヨナベさん。バカよ。そんなことはどうでもいいんだよ。どうでもいいんだ。バン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 。二人のことどうでもいいんだよ。うるせえな。うるせえ、アホ毛飛んでるよ。今週末は A&G オールスター2014ですね。あら、もうそんなんですか。でね、A&G のホームページでも発表されたんだ。あ、されたんですね。今年のオールスターのグッズ、今年ははいちょろいのみですから、うん、ね、不良債権なしで、なしでこれ作っちゃいました。ズボンスウェイズボンチョロイ、これ部長はなんて登録したの商品なの。チョロイスウェット。チョロイスウェットチョロイスウェットつって部長が登録したこちら、はい、これ今サイズは何サイズあるの。うん、まあでもこれゴムで、誰も知らないのサイズ。紐で縛るもん。紐で知らん、知る5サイズ XSSM。あ、T シャツと同じ。5サイズもいらなかった。SML。今斎藤さんめっちゃ喋ったけど。喋ったね。なるほど、 T シャツと同じサイズ展開。そんな絶対にサイズいらなかった。で、色は黒のみ、この一色のみで、はい、やっぱり黒は汚れが目立たないから。そうですね。汚れが目立たないから。こういうことですね。ちょっとで、ちょっとこれ上げますと、これが前で、こっちがケツの方が私たちのこのプリントが来る感じ。そうそうそう、このケツに私たちをケツに尻に敷くっていう、あ、そうそう、尻に敷く、そういうことなんですけど、前これちょっとこうあれしますと、デン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 、あれ何、なんとこれ、この膝上のこの辺にアプリケって言うんじゃん、なんて言うんだっけ、プリント、この辺にプリントが、そうそう、アプリケじゃねえ、アプリケ久々に聞きましたけど塗ったんじゃないんだけど、プリントがね、この辺に、まあこうキュッて上にしちゃうと、キュッて上にしちゃうと、多分このなんていうの、セントラルパークの脇ぐらいに来ちゃうんですけど、多分みんな腰パンするだろうということで、はいはい、腰パンした時の位置にいい感じに来るように、はい、そうですね、この裸デバネズミ、はい、プリントしましたので、ぜひ皆さんこれね、はい、T シャツセットで、あ、さくらさん今日黒を着てらっしゃるから、これちょっと当てていただいて、こういう感じですね、こういう感じ、あーいいニートっぽい。いいニート感出てます。そう
皆さん、引きこもりルックの完成です。そうです、ぜひこれでコンビニにジャンプを買いに行ってください。ぜひこれで、あ、え、待って、これこういうやつだったっけ、あれあれ、これ私たちこうやって発注したっけ、ちょっと待って、今ね、ちょっと待って、今あの問題が発生しました、ちょっとちょっとタイムタイム、これえ、あれこれ部長が発注したんだよね、え、部長、私、あれこれ私たちこうやって発注してないよね、え、ここさ、すぼまってんだけど、え、ここさ、え、裾すぼまってんの、え、あれこれ今気づいたんだけど、あれち、いやでもスウェットってなんかもうちょっとゴムが、ここがもし絞ってあるのとしたら、ここなんて幅広というか、すごい、あ、これ、あ、ゆっくりやっちゃった、これ、あ、部長、部長、ちょっと、今日部長いないんだわ、工事現場の人みたいになるかもしれませんね、あー、ちょっと、あ、ちょっとこれ、これもう間に合わないね、これ今、さっきもう絶賛量産中だからね、ね、いや、プレスかけてます、じゃあ、まあ、ちょっとすぼまっちゃいますけど、待ってますけど、嫌だったら伸ばしていただければね、そうですね、うん、こういう感じでちょっとすぼまってますね、なんか中学校のジャージみたいなすぼまり具合ですけれども、まあでもいいんじゃないですか、ね、冬は寒いからすぼまってた方が空気入ってこなくてね、そうですよね、うん、いいと思います、あ、はい、そう、はい、計算不足です、はい、というわけでね、こちらの方販売します、おいくら万円ですか、はい、これいくら万円、4500、4000円プラスタックス、タックス税込み4000円、あれお安い、ちょっとお釣りが出ない仕様ですわ、あ、本当だそうだ、お釣り出ない仕様なんだよね、そう、あ、なるほどね、めんどくさいことにならない込みで、うん、4000円というわけで、皆さんぜひねこれよろしくお願いしますね、はい、お願いします、はい、というわけで、あ、なんとこれオープニングでしたね、でした、まだオープニングでした、締めましょう、締める、はい、というわけで本日も30分、ちょっとお時間よろしいですか、やはりさくらのちょっとお時間よろしいですか、改めまして矢作さゆりです、さくらやねです、メールを読みましょう、何今その、え、もうメール読むの早いみたいなリアクション、いつもこんな感じですよね、矢作さん、さくらさん、ちょろいです、ちょろいです、初メールです、ありがとうございます、あ、名前がないかな、ラジオネーム、あ、ここですか、あ、あった、混沌としたカオスさんからいただきました、はあ、ありがとうございます、突然ですが最近巷でモッツァレラチーズゲームというゲームが流行っているのをご存知ですか、うん、モッツァレラチーズゲームとは、うん、数人でモッツァレラチーズと順番に言っていくゲームなのですが、うん、前の人よりテンションを上げて言わなくてはならないというルールです、うん、僕も学校の友達でやってみたのですが、何回か順番が回るにつれテンションがおかしくなり壊れていく様子がとても面白かったです、うん、ハイテンションのお二人でやってみてはいかがでしょうか、これどうやってやる、どうやってやる、じゃあサッコさん、あ、サイコさんだったな、ここ4人でここ4人でここ4人で、じゃあ、え、みや、あいちゃん、あいちゃんも、あいちゃんもいる、オノさんは、オノさんは忙しいからね、あ、忙しい、忙しいから、そっか、じゃあ斉藤ちゃんから始まってこうやるか、はいはい、斉藤ちゃん、葵ちゃん、ちゃんこ、パイセン、さくらさん、はい、これで何だ、 1,2,3,4,5 人か、はい、5人で、はい、モッツァレラチーズって言ってくだけだもんね、そう、モッツァレラチーズってテンションを上げてきます、前の人よりも上げなきゃいけない、そう、テンションの上げ方はいろいろあるからね、でも私までもし回ってきたとしたら次サイトしてもらうじゃあちょっとじゃあ、はい、いきますよ、モッツァレラチーズゲーム、イエーイ、はい、サイトちゃんからモッツァレラチーズモッツァレラチーズ。あ、普通にやった、レギュラーですね。じゃあ次、ちゃんこし。マイク回して。モッツァレラチーズーそうやったーねえひどい、急に上がった、私でしょ、モッツァレラチーズひどい、ひどくないこうして、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 行きます、行きます、行きます、お願いします、モッツァレラチーズいや、長かった。で、これ、これね。これで一瞬しました。じゃあ斉藤ちゃんです。次のさくらさんのこのテンションからの斉藤ちゃん。アウト！アウト！
ってね。だからちゃんこさんぐらいから始めたら、もう一回やる、もう一回やりましょうか。4人目ぐらい、4人目ぐらい、1、2、3、4、そうだね、いきましょうか。じゃあちゃんこから始まるモッツァレラチーズゲーム、いきます。モッツァレラチーズそうね、最初だからね、まあ、最初だからね、うん、パイセン、モッツァレラチーズあ、まあまあまあいきますよ、お願いします。ナモキンだチーズ、お前最低だよ、お前最低だよ、こうして、こうして、顔をこうなんだよまたそうやって、いやさ、さくらさんの次に斎藤ちゃんっていう順番が悪いんだよねで、こいつさん、こっからの待ち来いもう泣いちゃったよ、涙流して笑ってるみたいな、泣き笑いだね、分かった、この逆うちのメンバーでやるとこれさくらさんが全てを壊すからこれダメかもしれない。そんなことない、このもうだからぼっちなんだよ、君は協調性がないからね、なるほどね、いやでも楽しかったな、なるほどね、じゃあこれぜひあの、うん、オールスターであれだよね、楽屋で暇だからちょっとあの舞台それから江口さんとかね、江口さん得意そうだな、モッツァレラチーズコポーって言うんだよ、コポーって言っちゃうね、ちょっとあの舞台袖の方でモッツァレラチーズって聞こえたら、あ、やってんな、書類順番待ちで暇でやってんだなって思ってもらえたらいいと思います、お願いします。はい、次、歩くアンテナさん、ありがとうございます、はい、ヤギさん、さくらさん、チョロイです。歩くアンテナと申します。初メールです、はい。チョロイでは何かと話題になったり、話題を通り越してコーナーになったりする学園ハンサムですが、ついに学園ハンサムの LINE スタンプが発売されたみたいですね。来ましたね。セリフ付きのものからサッカーボールで吹っ飛ばされる主人公までカオスな内容となっているみたいです。うん、学園ハンサム糸お菓子の発売に先駆けて購入してみてはいかがでしょうか。寒くなってきたのでお体に気をつけてお仕事頑張ってください。応援してます。買ったよ。買いました。買ったよ。買いました。即買いしました。発売日に買ったね。はい、すげえ使い勝手悪い。そんなことないよ。なんかそんなことない。そんな使えるよ。これタクヤの。なんかねもう特殊すぎて。だって顎がこう集中線になってこうなってるのになって使えばいいんですか。私よく鏡くんのこういうの使ってる。海パンのやつこれ。膝やってしまった。膝やってしまった。そう。まあ全然使えるよ。使ってますけどね、まあね。うん、使える使える。確かに。遊びに行こうぜ。こうやって。遊びに行こうぜ。超使ってからあれ。あれですか。便利ですね、やっぱね、あれ。うん、カロリーメイトのやつとか。そうそうそう、あれいいっすよね。そう、ちょっとなんかギャーギャー騒いでる人がいたら、うん、これカロリーメイトフルーツ味を食えって言って、フルーツ味を食えって。あのスタンプを送ると、相手黙りますから。これですね。あとこれいいですよ。あの落書き風のこういうやつ。ちょっと待って、こんささくらさん、あ、これお時間のライン、これお時間の、やばいねやべ、さっきさくらさんがあの白目向いてる顔してたからちょっと写真を撮ってお時間のラインにあげたんだけど、違うんです、私が目かゆいって言ったらちゃんこ氏がすっげー強い目薬を貸してくれて、で一人で目薬がさせないって言うからパイセンがしょうがないなって白目をこうやってこじ開けて、はい、こう打ったんだけれども、はい、そしたら目が開けられない、目がって言うからしょうがない、開けてやろうってこうやってやったら白目で超面白くて写真を撮ったのね、水死体写メ、そう、ちょっとこれ あかんやつで、あかん顔してるから、あかん顔ですか、あかん顔ねちょっと見せられないな、うん、ちょっと、まあ、あの画質悪いから見せ、あーあー、顔は、これは、顔は、ちょっとここで、ってね、これでさくらさんの、ひどいさくらさんの顔、ちょっとひどい写真ですよ。ひどい白目顔なんですけど、ね、いい写真撮れたわ。でもなんか普通にメイクしてより可愛いみたいなとこありますもんね。ごめん、それはないかな。ちょっと愛嬌がね。それはちょっとないかな。はぁ、いい。あの、LINE スタンプね。いや、いいスタンプ。買ってない人はぜひ、あの、使ってみたらどうですか？はい。次。はい。忘れなさい、言ったぜ。トラッチさんからいただきました。パイセンアイネル、チョロイス。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 なんだこいつ。パイセン、抑えて。大学4年生でチョロチョロとか言ってんじゃないよ。今が一番楽しい時期なんですよ。今かなり悩んでることがあります。なんだって？それは、久しぶりに女の子をデートに誘ったことです。
断られると思ったのですが、まさかの OK。 ここで問題が。4年くらいご無沙汰だったので、わら、デートの仕方を忘れてしまいました。そこでお聞きしたいのですが、1回目のデートで手をつなぐのはありですか？またされて嬉しいことは何ですか？教えてください。ちなみにデートは12月の第1週目で、デートプランはなんとか練りました。助けてください。パイセン、アヤネル、ナキ。12月の1週目、今週？土日とかかしら。今週末？お前オールスター来ないで何デートとかしてんだ。もしかしたら土曜日かもしれないですよ。土曜日に？うん、するかもでしょ。デートってどういう概念ですか？あ、出た出た出た。違う違う、付き合ってたらデート、付き合ってなくてもデート、付き合ってたらデートですよね。付き合ってなくてもデートだよ。だから男女二人で出かけたらそれはデートなんだよ。でもでもですよ、パイセンは、うん、ちゃんこさんと例えばご飯行ったらデートですか？うん、飯。ほら、それは難しい。ほら難しい。すごい難解。そこは友人関係だからでしょ。でもほら、友達から始めましょうっていうのもあるじゃないですか。だ、それはだから本当友人同士なんじゃない？そこからちょっとお互いを意識し始めて、友達から脱却してデート、二人で遊びに行ったらデートになるんじゃない？あ、どっちかに恋愛感情があればですか？そうね。あ、じゃあやっぱり恋愛。いや、やっぱ恋愛ありきと思うんですか。飯飯飯飯、サイゼサイゼサイゼ。遊園地？初回で遊園地はちょっと、映画もちょっと初回では辛いんじゃないかな。どう思う？やっぱ初回って大事だよね、はい。初回のデート大事だと思います、やっぱ。まあ、どこ行ったらいいと思う？まあ、やっぱだから、アヤネル的にやっぱそういうのすごい知ってると思うから聞くんだけど、やっぱ初回のデートってどこ行ったらいいと思う？まあ、ほら、前もこういう話しましたけど、その時の私からやっぱ成長、あんあんも見ちゃったし、成長してるんで、やっぱ、そこは、イオンかな。あー、イオン、うん、ジャスコ、ジャスコの、あ、何でしたっけ、なんとかラーメン。え、パイセンがポッポ。ポッポは伊藤洋華堂だよ。伊藤洋華堂だよそれは。あ、じゃああれですよ、もうなんかお互いが落ち着くところがいいと思うんで、なんかお家とかでいいんじゃないですか。1回目のデートからお家はちょっとまずいんじゃ。だって大学4年生でしょ。相手も同い年なのかちょっと書いてないからあれだけど、大学4年でね、家なんて言ったらもうね、不純とか言ってますよ。不純。まあ普通にあれじゃない、この時期だとさ、あれだよ、六本木でさ、クリスマスマーケットとかやってるよね。そういうの行ったり、六本木したらいいんじゃない？はぁ、デートっぽい。クリスマスまでやってるから、イルミネーションも綺麗だし。それってでも何が楽しいんですか？出た、何が楽しいんですか？イルミネーションって見るじゃないですか。写真撮るじゃないですか。そこ怯えしてんなぁ。ねぇ、ちょっと聞いて。何が楽しいんですかっていう。何この手。あ、あ、あと、持ってんのかと思った。じゃあ、早い早い。持ってんのかと思った。見て、うん、カフェでお茶飲んで、で初回で手をつなぐのはちょっと早いかなと。緊張してると汗ばんじゃうから、なんか寒いねみたいな感じでこう違う違う違う、なんでなんでなんで、なんかこうダメージじゃん。何これ、男性声優の写真の肩負傷、みんな肩負傷してる。そう、私たち写真2人で写るとき必ずやりますもんね、これね。そう、必ずこれとあとこれでしょで、絶対事務所にボツにされてその前これで撮ったらボツにされてたんです。私たちこの写真で行こうと思ってたら、何枚かあるうちの何枚かがボツにされてて、全部私結
構 OK 出したんですけど、私も1枚ぐらいしかまあこれだったらみたいな、あのちょっとシャに構えてるとか、あの視線をカメラに向けてないやつが大体ボツにされる。そう、こういう多分こういうこうやって撮って、カメラマンさんもプッとか言いながらさ、プッじゃねえよみたいな。私たち本気でやってんのに。そうなんですよ、ジャケ写の撮影の時とかひどかったですね。すごい張り切ったよね。なんかでずっとカメラマンさんがふん鼻で笑ってんのね。ずっとあれなんであの人鼻で笑ったの。わかんないですけどね。楽しかったですけどね。ちょっとイラッとしちゃったけどね。何の話だっけ。あ、そう、デートだからイルミネーションに行って、そうですね、あれね、ちょっと肩とか触れ合っちゃったりとかしてね。はーい、終わり。以上、終わり。はい、というわけで、はい、たくさんのお便りありがとうございました。普通た感想、私たちに聞きたいことなどまだまだお待ちしております。はい、ヤギさくらの、ちょっとお時間よろしいですか。さゆり姫おたわむれを。リスナーの皆さんから女の子のこんな仕草にキュンとくる、こんな仕草の男の子を見るとテンションが上がるといったメールを募集し、さゆり姫にそのシチュエーションの名前をつけていただくコーナーです。ウバウバなの、そのポジションは。さゆり姫新コーナーでございます。そうね、ババババやっていきましょう。やっていきましょう。というわけで、まずはこちら、モテキコイヨさん。パイセヤネルチョロイです。僕は女の子が男の服の袖を掴んで軽く引っ張る仕草に燃えます。え、された経験あるわけないじゃないですか、そんなこと。それではお二人とも体調にお気をつけてお仕事頑張ってください。え、これやるよ。え、やるやる。こうやってねえ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 ってやんない。こだってなんか急こ相手を触るのってあれだから、この辺だとちょうどなんかこうやってこうやってやんない。こうじゃないですか、なんかそ、なんかこう触るよりもこう服を掴んだ方が接触部分少ないじゃん、まあ、あとまあ萌えですよね、やっぱちょっとキュッてこう引っ張る感じがね、よくあるよくあるよくある萌えですよね。袖痛いんでしょ。なんかわかんないけど、こう呼びかけるのって特徴出るじゃないですか、なんかこうこういうやつとかあるじゃないですか、よくねえねえこうやってやつでしょ。おい、なんだよっつって好きみたいなやつないですか。あ、ないんですか。よくなんかエスカレーターで見ません。今日新宿のエスカレーターでなんかそういうことやってるカップル見ましたよ。浮かれてんの。男性になっててこう女子の方が上になってて、なんかずっとなんかマー君がとかって言いながらこうほっぺをあれしながらこうやってずっとやってました。だから、あ、なるほどねと思って。パイセン、パイセン、今口の中で言ったことしました。してない。今パイセン、え、あ、キス音だったかな。キス音だ。キス音ですよね。キスしたいなと思って。クリスマス。というわけで、ではさゆり姫、おたわむれにお名前をつけていただけますか。ツンツク。え、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 サユリ姫、サユリ姫今ツンツク。なんちょっとこれもこれのニュアンスも。ああ、ありがとうございます。私のニュアンスも、ね、入れていただいて。かみかみしてみた、いろいろこうだからこう相手にこうねんねって相手に呼ぶ仕草、呼ぶ仕草、ユーザーを総合してツンツク、ツンツク、ツンツク、ツンツクする。ツンツク。うん。ツンツクで。ちょっとツンツクしただけっていう。そう、可愛いでしょ。あ、可愛いかもしれない。なんかツンツクツンツクって感じ。ちょっとやってやって。え、ツンツク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 。なんでちょっと なんでなんでですか。やれって言ったでしょ。なんかうざいんだよね。期待に応えたでしょ。そうだ、期待のなんか違う次元みたいな。え、なんでですか。なんか私は地球の中での可愛さを求めてるんだけど、宇宙行っちゃった感じがするね。ひどいよ。あ、もう一つ、もう一つ。お釣りさん、ありがとうございます。セイリヒメヘネルチョロイです。僕は、姫です。髪を言うときに、ヘアゴムを口に加える女性の仕草にグッときます。え、ないよ、そんな子。あの、これからちょっと本気出しちゃうぞ。って雰囲気と、ほのかに漂う色気がたまらんのですが、姫、おたわむれに名前をつけていただけないでしょうか。ああ、ありますね、なんか。よく。
え、髪縛るときってさ、普通にここにゴム通しといて、こうまとめて、こっからこうやってゴム持ってきて、こうやって縛るでしょ。あれのときとか、ちっちゃい輪ゴムのやつ、輪ゴムみたいなやつのビニール系のやつとか、こうやってフィー。あー、ビニール系は言ってるけどさ、うん、買わないんじゃん。食わないんじゃん。ね、唇つきたくないですね。唇って、そうそう、リップがついてる。だから、なんかこう、よくある漫画でのなんか、こういうのじゃなくてみんな、ええこういうのね、みたいな。そう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 。あんまり綺麗なものじゃないでしょうね、うん、きっとね。だからなんだな、漫画の知識かな。かな、うん。やっぱね。リアルはねそんな歯出ちゃいますもんね。うん、いいってね、うん。確かにあんまり綺麗なもんじゃないっすわ。うん、ちょっとこれ難しいっすね、名前つけるの。うん、なんだろう。思いつきます？はい。じゃあ行ってみましょうか。ではさゆり姫、おたわむれにお名前をつけていただけますか。ビーバー。げっしゅ類だわ。あーすごいげっしゅ類。ビーバーゲーエアのビーバー、くにゃ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 くね。綺麗なもんじゃないからね。そっか。いや、なるべくやっぱこうなぜ衛生的でもないし、ゴムを口に加えるっていうのは、うん、でもなるべくやっぱ手にこう通しといて、うん、こう縛った方が絶対いいですね。いいと思いますよ。あんまだから、うん、うちの番組はビーバー必須衣装です。うん、はい。可愛くない。はい。というわけで以上です。はい。こんな感じでさゆり姫に名前をつけてほしいシチュエーションお待ちしております。以上、さゆり姫おたわむれおのコーナーでした。お送りしてきました矢作さくらのちょっとお時間よろしいですか。そろそろエンディングのお時間になってしまいました。うん。番組ではリスナーの皆さんから普通と番組の感想各コーナーでのぜひお待ちしております。エンディング前にチューニングはしといてくれる。宛先はおはがきの場合、郵便番号105-8000に文化放送超 A&G プラス矢作さくらのちょっとお時間よろしいですかまで。メールの場合はすべて小文字で、お時間@joqr.net、 お時間@joqr.net、 お時間の綴りは OJIKAN です。コーナー紹介は番組ブログにありますので、そちらを参照してください。ちょっとね、あのジュース飲むと全部絡んじゃうんですよ。全部全部絡んじゃうんですよ。そうですか。はい、というわけで今週末は A&G オールスターです。一体何時間待てばいいんだろうね。そうですね。ステージ、我々ステージに立ったらもうパセ疲れちゃってっかもしんない。あれ、一回回しでしたっけ。そっか。疲れて、ちょっとビール飲んじゃってっかもしんない。え、ステージ上で。したら、ごめんね。お越しいただける方は、はい、お待ちしておりますので、うん、よろしくお願いします。江口さん、よろしくお願いします。はい、というわけで、今日はこの辺でお別れの時間です。お相手は私、萩沙莉と、さくらゆめでした。来週もこの時間にお会いしましょう。バイバーイ。